足を細くしたい人におすすめなたったの1分のエクササイズになります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの1分寝ながら足汗トレということで、寝たままでですねエクササイズをやっていきます。今回のメリットとしてはとても簡単です。うつ伏せになった状態で全部行っていきます。もしやってるとことかを良ければツイッターでタートル足汗トレというハッシュタグをつけてツイートしてもらえたらと思います。ポイントとしては太ももの裏を鍛えることが足汗には必須になります。そして姿勢を改善するためにお尻を締める力、これがないとですね骨盤を立てることができなくてですね、骨盤が前傾していると太ももの重心が前に行ってしまってですね、立ってるだけ座ってるだけで日常的に前ももをしっかり使いやすくなってしまって、スクワットしたら前ももがムキッとしてしまう、そういうことになってしまうので、しっかり太ももの裏を鍛えながらお尻を締める力を身につけることが大切です。そして負荷が軽くないといけません。スクワットによってはですね、太ももの前ばっかりに効いてしまうとか、もしくは裏ももを使うランジとかをしても前ももの筋肉の方がバランスが悪ければそっちに効いてしまう、体重が重いと筋肥大してしまう、スクワットをして栄養がたくさんありすぎたら、タンパク質取りすぎてたら筋肉の肥大になります。ですので結果的に負荷の軽いことをする方が足を細くするメリットが高いです。で、太ももの前のストレッチ、お尻の力が弱いとかお腹をへこます力が弱いとか、そういった方はですね、太ももの前を使いすぎてしまっているので裏ももを鍛えることも大切ですけども、前もものストレッチも大切です。これを今回全部1分間でやっていきます。ではやり方を説明します。はい、まず寝っ転がってもいいんですけども、まあ肘をねプランクみたいについた方がまあ楽です。この状態でまずは片足で片足の足首に置いて、上の足で下の足を押さえる感じです。これを10回、1、2、交互も10回、上の足で下の足を押さえます。これで下の足で引きつけることによってもも裏が鍛えられます。これを各10回、まあ20秒ですね。で、今度はこういう感じで膝を伸ばして太ももの裏を持ち上げていきます。一回ずつお尻を締めます。10回。次に膝を曲げて、今度もお尻を締めながらもも裏を上に持ち上げて、これは10回。で、今度は浮かせて、交互に足を動かすのを10秒。最後にかかとをお尻につける感じで前もものストレッチ。こういう感じです。これで前もものストレッチっていう風にやっていこうと思います。では見よう見真似で一緒にやってください。では行きます。1、2、3、上の足でしっかり押さえて、4、5、6、もも裏がつりそうだったら正解です。9、10、はい、反対、1、2、あんまりお尻が浮かないように、あ、釣りそう、釣りそう、釣りそうです、タートル釣りそうです、あぶねえ。はい、今度はもも上げ、1、2、3、4、5、6、7、上半身をリラックスです、9、10、OK、 はい、上に10回、1、2、3、4、5、6、はい、バタ足、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、1、2、3、4、しっかりかかとをつけて、1、8、9、10、 OK、 お疲れ様でした。たったの1分、種目的には5種目ですね。
ですが、もうよりどりみどりのね、いいとこ尽くしのエクササイズでしたから、今回ね、スクワットとかでね、足が細くならない人っていうのは、今回みたいな太もも裏、お尻、負荷が軽い太もも前ストレッチ、これがね、含まった今の5種目をやってもらえたらと思います。たったの1分です。ちょっと物足りないよって方はね、もう1分、もう2分やっても OK です。これはね、何回やっても OK です。負荷軽いですから、筋肉痛がね、そんな起きるわけでもないですし、筋肥大をね、刺すために超回復とかいりませんから、もうやればやるほど OK です。まあ、今回はね、たったの1分しかしませんでしたけども、ぜひね、顔隠してもいいですので、まあ、タートル足痩せというハッシュタグをつけてですね、ぜひツイートしてもらって、足痩せの変化というのを記録としてツイッターに残してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、実際タートルツイッターそんなにねしてないんですけども、まあ、動画の投稿とか、あとはコメントが来たりとかしたら必ず返してますんで、まあ、DM で直接来てもいいですし、こうやってハッシュタグつけてもらえたらですね、自分がこう毎日やってる記録として残せて励みになりますから、ぜひともね、ただ動画を見ながらやるっていうだけよりも、自分がやったっていうことを記録に残す、それを習慣にすることで、しっかりエクササイズをね、毎日行う体が身につきますんで、ぜひともツイッターアカウント簡単に作れますから、持ってない方は作ってもらって、ぜひともね、記録としてやってるエクササイズを乗っけてもらえたらと思います。ということで、頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアボタン、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。